大黒に行ったじゃないですか最近。その時になんか前の車だけちょっとなんか静かだなみたいな。でもまだ早いと思ってたんですよ。だけどちょっとなんか変えたいなって密かにずっと思ってたんですけどね。で今回は、はい、グレッティのトラストさんの、はいはい、マフラー。ありがとうございます。社長は HKS ですが、サナちゃんはトラストということで、はい、まあ、音を比較ね。いや、音比較してみたいです ね、マジで。これ今日取り付け終わったら、はい、やってみようか。お願いします。音比較。まー、あ、ちゃん取り付けるの。はい。取り付けます。はい、私が取り付けます。はい、行ってみたいと思います。はい、お願いします、はい。私だけの力じゃ全然何も手伝うことしかできなかったんですけど、でも本当にかっこいい音になったのでちょっと聞いてみてください。には HKS の、マフラーがついてるんですけど、そっちの音と、私が今つけさせていただいたトラストマフラーの音の比較をお楽しみください。マフラーでも HKS さんのとトラストを私が付けさせていただいたのでも全然音が違ったので、私はどっちが好きとかちょっと今の切ってもらっていいですか。はい、はい。今多分 HKS さんのとトラストさんの聞いていただいたと思うんですけど、音の比較が分かったと思います。今 130R 横浜には HKS さんのとトラストさんの1本ずつ在庫があるので、ぜひ皆さんこの音を楽しんでいただいた方、お待ちしております。ちょっとかっこいい。自分の車とは思えないです。めっちゃかっこよくないですか。めっちゃかっこいいですよね。無視しすぎなんです。喋ってくんないんですよ。かっこいい。これは確かにボンボンやりたくなっちゃいますね。やりたくなるね。かっこいい。嬉しいな。ありがとうございます。ちょっと時間かかっちゃったんですけど、ありがとうございます。違いました。違いました。違いますよね。でもやっぱ感度マックスの影響とかも
あるのかな。ありますね。こっちの方がなんかパンってやった時のあれが早い気がする、レスポンスがね。でもエンジンかかった時の音がすごい低かった。どっちもかっこいい。声低